自傷骨、自傷骨、自傷骨、アセケルズとは、陸上脊椎動物、四足動物の中耳内に存在する微小な骨であり、外部から音として鼓膜に伝わった振動を内耳に伝える、働きをする。ほとんどの四足動物では、中耳内の小骨はアブミコツの実で構成されるが、哺乳類ではアブミコツ、キヌッタコツ、ツチコツの三個になり、 この順に、内耳から鼓膜へつながる。ただ単に、耳小骨といえば、この哺乳類の三個の骨を刺すことが多いが、講義には、他の四足動物の中耳内小骨、アブミ骨、または、耳小柱をも刺す。アブミ骨は、脊椎動物が最初に持った、耳小骨。元は魚類において、上下顎を脳箱の内耳直下の位置から懸垂する、下顎骨、ハイマンディビューラーだった。 人ではまさにあぶみの形をしているためこの名がついた。しかしあぶみのように感情になっているのは有体万類、異節上目を除くのみで、基本的な形状は感情である。土骨、絹た骨を持つ場合でも、内耳への接続はあぶみ骨が受け持つ。内耳側で、あぶみ骨の振動を受け取る箇所は、卵丸窓、ファネストラオバリスと呼ばれる。あぶみ骨には、あぶみ骨筋という、 小さな筋が付着しており、自傷骨の可動性を制限して強大な音が直接、下流に入るのを制限している。あぶみ骨が感情になっている場合、その輪の中を動脈が通っている。有体万類の中で移節上目のみが、そのような形質を持っていないことは、移節上目がまず最初に、その他の有体万類から分岐したとする説の根拠の一つとなっており、 アメリカ自然史博物館はその説に従った展示を行っている。移説雨系統と分類を参照のこと。爬虫類や蝶類が持つアブミコツは特に耳小柱、コリアメラと呼ばれることがある。耳小柱は内耳の卵丸窓に接する筋胃部と鼓膜などに接する縁胃部に分かれ、縁胃の外耳小柱、エクストラコリアメラは軟骨性であり、哺乳類のアブミコツと 相当なのは常に国家する耳小キ勤異ブであると考えられている。キヌタ骨は、爬虫類段階の単ユミ類が、哺乳類に進化した時に獲得された、新たな耳小骨である。元は哺乳類以外の獅子動物では、顎関節の上顎側を構成していた、方頸骨、クアドレットデッタ。キヌタとは衣などを乗せて打つ、台のことで、インカスとは、ラテン語で、カナトコのこと。 その名の通り土骨からの振動を受け止める働きをする。土骨は、キヌタコツと同じく哺乳類になってから新たに獲得された耳小骨である。キヌタコツ、土骨の片方だけを持つ動物はいない。哺乳類以外の死種動物の顎関節の下顎側を構成していた関節骨、アーティキュアラーに由来する。つまり、キヌタコツと土骨を結びつける関節は、 獅子動物本来の顎関節に相当する。鼓膜の振動を直接受け止める。脊椎動物が水中にいる間は外部の振動を内耳に伝えることは相対した問題ではなかった。空気の千倍の密度の媒体を伝わってきた振動は特別な伝達装置などなくともたやすく内耳に到達出たのである。むしろ音波が内耳を通り抜けてしまうため表を用いて 音を捉え、聴覚を向上させている、甲骨魚も存在する。魚類の中の一派が両生類となって陸上に、進出した時に、空気という水とは比べ物にならないくらい希薄な、物質の振動を受信する問題が起こった。これを解決したのが、空気の振動を受け止めるための特別な、膜上構造である鼓膜と、その振動を直接内耳に伝えるアブミコツである。 内耳の近くにあった噴水口を塞ぐ皮膚が鼓膜に変化したと考えられる。噴水口は無学類のエラー穴の痕跡で、陰頭から頭部側面に連絡しており、中耳エウスタキオンもこの連絡を保っているため鼓膜内外の気圧調節に役立っている。噴水口は軟骨魚類と原始的な甲骨魚類に残る。アブミ骨の元となった舌雁骨は、 魚類において、まだ頭蓋と別の構造だった、上顎化学構造、第一印頭弓を頭蓋に繋ぎ止める働きを持っていた第二印頭弓に由来する骨格構造であった。その後、皮骨性骨格要素によって、上顎と頭蓋が固着し、下顎も人体と顎関節により上顎としっかり結びつくようになり、顎の指示という役割は小さくなった。 そしてちょうど頭蓋の磁領域と顎の方形骨とを繋いでいた舌顎骨が内耳と鼓膜とを結びつける役割を果たすようになったと考えられている。次の代替的な変化は、爬虫類の単ユ類から哺乳類が進化するときに起こった。本来、上下学間の関節は、上顎が方形骨、下顎が関節骨からなっていた。しかし単ユ類では、 方形骨と関節骨が縮小し、頭蓋骨からは臨場骨、隙間セル、下顎からは歯骨、デンテリが関節面に接するようになり、本来の方形骨、関節骨関節の外側同軸に臨場骨、歯骨節を形成するようになった。もともと単弓類の万竜類では、聴覚があまり発達していなかったらしく、あぶみ骨は大きく頑丈で、 現在の蛇昔と影や祖先の魚類のように頬形骨に直接接続していた。そしてバンルー類が獣弓類に進化し、両生類や原始的爬虫類では背面近くにあった鼓膜を顎関節付近に移動、もしくは再獲得させて再度聴覚を発達させる過程において顎関節という役割をほぼ臨場骨歯骨に譲っていた。 方形骨と関節骨のお互いの関節を維持したまま、改めて、絹骨と土骨として、自傷骨に取り込んだのが、哺乳類であると考えられている。つまり、万流類で行っていた下顎からの振動伝達システムを踏襲して、関節骨、方形骨、あぶみ骨という伝達経路を引き継いだのが、土骨、絹骨、あぶみ骨であり、絹ヌ骨から土骨間の関節は、 爬虫類段階での方形骨関節関節と相当なのである。字に、爬虫類の顎関節は哺乳類の耳に取り込まれたというような表現がなされるのはこのためである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。